いつか私も空を飛べるはず、ずっと信じていた。翼があったら飛んでゆくのに、あなたの胸に今すぐにでも、見上げてみて、南の一つ星を素敵な空でしょう。私は今あなたへの愛だけに笑って泣いてる。もう本番始まってんの？10月24日お誕生日おめでとうございます。スタート。ポーン。伊藤ゆえる様、 HKT48 ミュージシャン、お誕生日おめでとうございます。ポーン。秋吉ゆか様、 HKT48 アイドル、お誕生日おめでとうございます。ポーン。上國料萌様、アンジェルム、歌手、アイドル、お誕生日おめでとうございます。ポーン。曽田良介様、俳優、モデル、お誕生日おめでとうございます。ポーン。門脇かな子様、 NMB48 アイドル、お誕生日、アイドルじゃない、ごめんなさい、タレント、お誕生日おめでとうございます。ポーン。梅津光大様、中日ドラゴンズプロ野球選手、お誕生日おめでとうございます。ポーン。曽田舞子様、タレントキャスター、お誕生日おめでとうございます。ポーン。よしこ様、がんばれルーヤお笑いコンビ、お誕生日おめでとうございます。ポーン。木村カエラ様、歌手、ファッションモデル、素敵な歌をありがとう、お誕生日おめでとうございます。ポーン。金太郎様、お笑いタレント、モノマネタレント、ダンスがとってもうまいんだよね、お誕生日おめでとうございます。ポーン。千葉公平様、お笑い芸人、お誕生日おめでとうございます。ポーン。信友陽子様、日本テレビアナウンサー、お誕生日おめでとうございます。ポーン。ゴリケン様、お笑い芸人、お誕生日おめでとうございます。ポーン。及川光博様、ミュージシャン、シンガーソングライター、俳優、結構すごい俳優さんだよね。今期のドラマだとリモートラブに出てるよね、お誕生日おめでとうございます。ポーン。辻初彦様、元プロ野球選手、お誕生日おめでとうございます。ポーン。湯川和彦様、脚本家、映画監督、お誕生日おめでとうございます。今日は何の日のコーナー。ポーン。国連デー、国際デーの一つ、1948年から実施、1945年のこの日、ソ連の国際連合憲章の批准により発行、必要な20カ国の批准が得られたため国連憲章が発行し、国際連合が発足した。日本は1956年に加入が認められた。1971年の国連総会で、これ合ってた、国連加盟国はこの日はを公的な休日として記念するように勧告されたんだって。ポーン。トリコロール記念日、フランス。1794年のこの日、フランス国民公会が現在フランス国旗となっている青白赤の三色旗トリコロールを国家の主張と定めた。フランス革命の時、市民軍がパリ市の色である赤と青の帽子をつけた。
革命が全国に広がって市民軍が国民軍となり、その総司令官に任命されたラフィエットは、市民と国家が協力して新しい国を作るべきとして、帽子に王家の色である白が加えられた。王制は1791年に廃止されたが、この3色を使った、三色旗は国民軍のシンボルとなったんだって。ポーン。独立記念日、カッコザンビア。1964年のこの日、アフリカのイギリス領北ローデシアがザンビア共和国として独立したんだって。ポーン。 2x4 住宅の日、日本 2x4 建築協会が制定、 2x4 工法が断面に ×4 インチの規格材を使用することからだって。ポーン。世界開発情報の日、1972年の国連総会で制定、国際デーの一つ。1970年のこの日、第二次国連開発の10年のための国際開発戦略が採択された。世界中で行われている開発に関する情報を集めて、地球全体の開発のバランスを考える日だってさ。記念日はこんな感じだね。次は運勢だね。10月24日生まれの運勢は大器晩成型が多いんだってさ。年を重ねるほど運気が上がるから充実して過ごせるらしいよ。いいね。20代中旬に運命の出会いがある可能性があるんだってさ。20代の時自分磨きすれば30代以降仕事運も高まるらしいよ。結構いい運気だね。あとはマクタンの言いたいことだね。ポーン。マクタンの晩ご飯、餃子定食。ポン酢で食べると美味しいね。ポーン。マクタンの言いたいこと、泳がせ釣りで美味しい大きい魚釣りたいんだってさ。ちょっとよだれ出ちゃうよね。ポーン。岡村隆史様、ご結婚おめでとうございます。これはやべっちの誕生日にさ発表してるっていうのはさ、やっぱり岡村隆史さん計算したのかな。まあとにかくね、ご結婚おめでたいよね。別動画でね、お祝いのやつ作っといたから、そちらも見てくださいね。今日はこの辺なんだってさ。また明日。バイバイ。